NASA による地球事情観測センサーツインズ1-2の軌道配置図。これらはそれぞれトランペット第二世代衛星 USA-184、USA-200 US に搭載されている。軌道周期は正確に0.5構成日であり、1構成日ごとに地球上の同じ地点の天頂を通過する。USA-200 に搭載されたスパーズヘオ -2 センサーが、 デルタ、ツーロケットの発射時の赤外線画像を雲を透過して捉えている。トランペットはアメリカ国家偵察局が運用中のモルニア軌道を周回するアメリカ合衆国の資金と偵察衛星のシリーズである。より古いモルニア軌道周回型の資金と衛星であるジャンプシート衛星をリプレイスするために1990年代から打ち上げられている。 このシリーズに属すると推定されている衛星の正式名称は、米国政府から公表されたことはなく、トランペットという名称は、何らかの漏れ情報、伝聞情報に基づいて、民間の軍事アナリストやアマチュア観測者たちが、便宜的につけた故障である。軍事アナリストからは、発展型ジャンプシート、あるいは、ジェラボアムと呼ばれる場合もある。 2013年8月30日にワシントンポスト氏は、エドワード・スノーデンがリークした資料の中に含まれていた、米国政府の情報プログラムの2013、会計年度予算の米国議会への予算説明書から、今まで謎に包まれていた、米国の情報活動に関する、新たな事実が判明したと報じた。この資料の中には、複数のスパイ衛星の名称が記述されており、 トランペットシリーズ衛星の正式名称は、レイブンである、可能性が高くなった。このリーク資料の一部は、クリプトムで、閲覧可能である。このシリーズの衛星は、1994年から1997年までに US、USA-103、USA-112、USA-136 の3機が、ケープカナベラル空軍基地から、 タイタン 4A、またはタイタン 4B ロケットを使用して打ち上げられ、上段に追加されたセントールロケットによって、モルニア軌道に投入されている。アマチュア観測者たちは、タイタン 4B、セントールロケットの衛星投入能力から考えて、衛星の質量は 5200kg から 6000kg 程度であるとしている。また報道によれば、 地上の通信波を防受するために直径150メートル程度に達する非常に大きな受信アンテナを持つとされている。この巨大な受信アンテナは細い金属製ワイヤーの網でできており打ち上げ時は折りたたまれて衛星本体とともにフェアリングに収納され宇宙空間で展開される。これら衛星の製造メーカーは公表されていないが ボーイング社ではないかと考えられている。アマチュア観測者たちのレポートでは、2017年現在、これら3機べての衛星の運用用の軌道は、維持されており、運用可能状態にあるものと推定されている。第一世代衛星の最後の打ち上げから9年近く、経過して、USA-184 が2006年6月28日に、 デルタ4ロケットミディアム構成を用いて、バンデンバーグ空軍基地から打ち上げられ、モルニア軌道に投入された。続いて US、USA-200 が2008年3月13日に、アトラス V ロケット411構成を用いて、同じく、バンデンバーグ空軍基地からが打ち上げられ、モルニア軌道に投入された。これら2機の衛星は、投入軌道から考えて、 トランペット第一世代衛星の代替を意図したものと考えられている。軍事ウォッチャーたちは打ち上げロケットの衛星投入能力から考えて、この2機の衛星の質量は第一世代衛星より軽い 3900kg から 4500kg 程度であると推測しており、これは電子技術の発達に伴って受信アンテナを第一世代衛星より 小型軽量化することが可能になったためではないかと考えている。これらの衛星の製造メーカーは引き続き公表されていないが第一世代衛星と同じくボーイング社ではないかと考えられている。特に USA-184 はボーイング社が直接打ち上げを行っており、これはこの予測を支持する事実と考えられる。 なお、第一世代衛星にないこれら2機の衛星の特徴として、シギンとヨーペーロードの他に2つの二次的測定装置を搭載している。一つは、スパーズ弾道ミサイル早期警戒衛星システムの高高度部分を構成するためのスパーズヘオ、赤外線ミサイル探知システムであり、もう一つは、NASA の実機圏の科学的観測プログラムであるツインズの一部を構成する。 ツインズ測定システムである。第二世代衛星の最後の打ち上げから6年以上、経過して US、USA-259 が2014年12月13日に、続いて US、USA-278 が2017年9月24日に、それぞれ、アトラス V541 構成を用いて、バンデンバーグ空軍基地から打ち上げられ、モルニア軌道に投入された。 これら2機の衛星は投入軌道から考えてトランペット第2世代衛星の後続衛星ではないかと考えられている。アトラス V541 ロケットの衛星投入能力は第2世代衛星の打ち上げロケットより明らかに大きく、第3世代衛星の質量は第2世代衛星の約1.5の 6700kg に達すると計算される。 この質量の増加は受信アンテナの大きさが第2世代衛星よりは大きくなっていることを意味する可能性が高いものと思われる。なお、第3世代衛星の搭載機器は第2世代衛星のものと90%くらい異なっているとの米国政府筋からの情報がある。第3世代衛星は第2世代衛星と同様にスパーズ弾道ミサイル早期警戒衛星システムの 高高度部分を構成するためのスパーズヘを、赤外線ミサイル探知システムを搭載している。クカーフ、ケープカナベラル空軍基地、SLC-41、ケープカナベラル空軍基地第41発射施設、バフ部、バンデンバーグ空軍基地、SLC-6、バンデンバーグ空軍基地第6発射施設、SLC-3E、 バンデンバーグ空軍基地第3発射施設。ありがとうございます。